こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれ、1983年に発売されたコンパックポータブルというコンピューターです。これを作っていきます。コンパックという会社は1982年に創業した PC 互換機のメーカーですが、その互換の元になる本家を上回る性能や品質を叩き出したという点でコンピューターの歴史に刻まれる会社だと思います。今日作るのはその中でも最初の製品、1982年11月に発表され、1983年3月に発売されたポータブルコンピューターです。ちょうど持ち運べるミシンのように全体をカバンのようにして持ち運べる。取り出して横に倒して机の上に置くと、そこになっていた部分がカパッと開いてキーボードになります。私が入社した頃の月刊アスキー編集部にも1台ありましたが、重量は 12.5kg もあって、実際にはかなり重い。それでも当時は持ち運んで出先でコンピューターが使えるというだけですごかった。こうした形のコンピューターはオズボーン1など、その前にもありましたが IBM PC 互換機、正確には IBM PC XT 互換機ということで大ヒットしました。コンパックというとインテルの80386という CPU が登場した時に、それをいち早く搭載した製品を発売しました。1986年のデスクプロ386という製品ですが、これは IBM よりも約1年も先だったんですね。お値段も一般的な互換機が安さで売るのが常識という時代に、何しろ性能が高いので必ずしも安いわけではない。コンパックは品質でこの業界をリードする会社になっていきました。日本では1992年にコンパックショックと言われた低価格路線でも知られています。1990年代のパソコン市場では大きなシェアを握ることになります。1997年にはタンデム、1998年にはデックといった企業向けに事業を展開する会社を買収しましたが、2002年にヒューレットパッカードに逆に吸収合併されることになりました。ということでできました。1987年10月号の月刊アスキーは IBM PC 特集なんですけど、コンパックやデルなどが育ち、アジアメーカーも元気になってきたということでやったんですね。高性能な互換機が水平分散などの現在のエレクトロニクスの世界では常識のエコシステムを作っていったわけです。こんな風に自分自身が箱になって取っ手がついていてどこまでも運べるコンピューター、なんとなく可愛いところがありますよね。来週も作ります。見てください。